完全に揃ってますね完全にあーもうトンダンシャーペー全部ドイツなんで、まあ、あとはもうポンポンしていくだけですね。で、トンとシャーがありまして、なんとペーがペー1枚、ね、抜かれてるか、ペー1枚抜かれておりますので、まあ、あーさあテンパイさあテンパイで、カンローピンかな、カンローピン、あーと3山っすね、3山結構強い、あーさあチュンも引いちゃいましてチュンも引いちゃいまして、じゃあトイメンのシャー、あーシャーチュンがね、トイメンがシャーチュンいつその切るんですかっていう話で、あーでもトイメン回線切れてるやん、あ回線切れたら出てこないな、これ最悪やね。さあポン入りまして、トイメンからシャーとチュンが出ないんですよね。いやそうなるとちょっとあのだいぶ下茶よりか、うん、あーだペーが出ましたさあテンパイ、トイメンが回線を切れてるせいでペーが出まして高めシャーで、あーわざ休みやなあまあ妥協か、さすがにね、あまあまあまあシャーだとね高めで、ダイスシーツイスだったんですけどね、まあまあまあ渋々妥協で少数シーツイスを9万6000やね、うん、手なりでしょうね。まあ別にね、特に、うん、しかも金の前やしね、どうしよっかなって感じな、まあとまっ、あれ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 止まったさあ、あの激アツのフリーズ演出入りましてあ激アツね、あフリーズ演出は今までなかったんちゃうかな、さすがに激アツすぎる。まあじゃあ100万確定なんですけれども、うん、まあさあ E1 引いて、まあチンロートいけそうかな、あーチンロートいけそう。さあペー抜いて、うんー9秒、あーよいしょあーいやフリーズはもう基本的にもういけますからね、あー完全にこれ歪、さあ E ピン9、 E ピン9層いいぞ、 E ピン9層いいぞ、あーさあペー抜いてスッ、あーさあいけない、なかなかいけないよ、あーさあそのもんでさすがに歪んで、さすがに歪んでスッ、あーさあいけないあ激アツのフリーズ引いた割にちょっと恩恵がしょぼいな、うん恩恵、あーさあ今来ましてさあ、じゃあフリーズの恩恵ね、ちゃんと受けないといけないからね。さあ、E 層が、2枚、9層2枚、E ピンが、E ピン1枚、ああ、はいはいはい。ああ、9番まで関せず、関せなかった。まあ、まあ、関しても、ああ、あえてんばい。さあ、メンチンですね。さあ、メンチン、メンゼンチンロートで積もれます、ワンコって感じですけど。残り、2山かな。はい、両方1枚ずついるんだよね。はい。ああ、まあ、フリーズしましたからね。はい。あそれはやっぱり激アツのフリーズ演出出たんで、それはまあメンチン数アンコはまあ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 積まれますよね。4マなんで、まあ手なりですよね。てか4マじゃなくても手なりやけど、3マでも手なりやけど、あまあ別に、まあ普通にね、リアンマン3マンあります。まあ、リアンメンとね、カンチャンありますから、まあリーチのみじゃない。しかもね、トップ目なんですよね、今ね。今トップなんで、そんなに無理はしないとは思うんですけど、さ、ロー1、行きましたね。別に、Q1 でいいと思いますけどね。あー、さあ、酸素も引いて。さあ、なんか、ズバズバ引いておりますけれども。あー、もう3番がいて。いやいやいや。それ一数番引いた時どうするんですかね。いや、なんか勝手にさ、あー、さあ、地図行きまして。さあ、ソースがちょっと。ソースがちょっとズバズバと引いてるんですけれども、さあまあまあ9ピンまあまあいらないんでね、まあ多分まあ切っていくことになると思う。ちなみに9層が残り1枚。あ、9層残り1枚ちょっときついですね。うん、で、あとが数層かな、数層9層引いてくれたら嬉しい。ただ、数層が2枚と9層が1枚。厳しいですね。ああ、それでも結構無駄積もしてんだ。あ、4枚からね。まあ4枚やからね、もおかしいけど。ああ、さあリーチありまして。さあ、トイメンが関数層は引きまして。関数層引いてきまして。まあ、ラス1、9層なかなか引けないと思うんですけど、そっと、ああ、だが、ああ、ちゃんとね、ちゃんと、そのラス1の9層引いてくるんですよね。なんでこうもね、ちゃんと引いてこれるんでしょうかね。はい、逆の、まあ、オーラスあーオーラスでね、まあ、あ、2着目かな、あ2着目のオーラス。まあ、最終的にね、あ最終的に天砲を積もれば逆転できますから。まあ普通やな、まあ手なりで、まあ進めてって感じじゃない。あーさあチュン引いた、チュン引いた、あーさあそのポンで、さあそのポンで、さあ嘘はまあいらないけれども、まあ一応これでいいじゃんってなんで、まあチュンポンして、まあテンパイかなって感じではありますね。うん、まあそれ以外の、あーさあ初引いてさあ初引きまして、さあ初引きまして初引きまして、初引きまして、チュンポンしまして、はい、テンパイ。さ、そしてその、はい、間に合っていく。おかしいな。最初、白白白チュンやったんですけどね。気づいたら、なんか大三元になっておりましたね、はい。
すでに国士イーシャンテンなんですけれども、ちなみに、どこだ、アイテムあり。あ、その分ね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 、どうだ、その分で9万、9万で、ああ。ちゃんとね、ちゃんと1枚浮いてるっていうね。まさかの国士無双とは思わないですよね。スワンコかな、まあ、ニアンコあるんで、さあ、ポンでーす、さすのポンでーす、と、あ、いいピン来まして。ちゃんといいピン引きまして、まあ、あと、ああ、じゃあ、そのもんでーす。さあ、ローソーはまあ、いらんかな。ローソーはそんなにいらないかもしれない。でも、ちょっとそのポンポンで、ね、歪む可能性ありますね。ああ、さあ、イーソーもいらないな。イーソーもいらないが、まあ、結構無駄もしてるかなって感じではありますけど、ああ、さあ、ローソー引いて。さあ、無駄ではなかった。無駄ではなかったローソーくん引きまして。さあ、その後に、ああ、ローソーいいね。さあ、入ってまいり。さあ、ローソー、ローソー、そうだ。ああ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、あ、ちゃんと歪みましたね、やっぱり。やっぱりね、そのポンでそのポンで歪んで歪んで歪んで、うん、ちゃんとやっぱりすったん積もるんですよね。なんならちょっと悪いかもしれないね。まあドラドラはあるけど、なんか手のまとまりが一切ない。ああ、まあまあまあ、これでよくなりましたね。うん。まあこれで、まあ全然ね。ああ、うん、そうそうだね。トンバやから大丈夫ね。うん、まあとはいえ、ちょっとまだバラバラかな、みたいなところはあるけど、まあ今の3ピン引きでだいぶ良くなった。まああとはもうポンポンしていってね。まあなんか適当にローピンか、あ、ローソー打ったね。あ、ローソー打ったか。なるほどね。まあローソーくっついたらね、嬉しいかな、みたいなと、ああ、これミスったね。これはやってしまったんで、ああ、さあ、そのポンで、そのポンで。さあ、ローソー切ったことによってチーソーが切ってさ、そのチーソーのポンで。さあ、だいぶ歪んで、さあ、歪みに歪んで、酸素酸素切る必要がないのに切ったときは何のまか確認どうの、まあなるほど。あ、どうで、白打った、うん、白枯れてんのか。いや、でも枯れてても使えるけどな。まあ枯れてても割といいけどね。うん、さあ、缶入りまして、さあ、乗りまして、さあ、乗りまして、ドラ8。さあ、ちゃんと、ああ、だかさあ、トーン返しまして、さあ、あら、ドラ12。さあ、ドラ12になりまして。さあ、アイテンバイ。さあ、でも残り1枚しかない。でも、ちょっと待って、やばいよ。これもう残り、ああ、ドラ12。お母ちゃん、トイメ、チュンも3ピンも4枚持てた。表ドラ全部9ピン。ああ、まあ、でも、えぐい。はい、天命の戦。いや、めちゃめちゃカラフルなんですけれども、ローピンパーソン多いじゃん。なんか赤と黄色となんかもうごちゃごちゃ。はい、ちなみに天命の戦、黄色い部屋を持ってると点数が倍分になっていくんで、16万で。